し久しぶりですね。久しぶりですね。マウスだけだっけこのゲーム。そうですよ。ファイブナイツアットフレディーズ久しぶりの収録ですね。前回いつですか。前回今、2017年の9月2日2日です。もうパート1とかを上げ始めたタイミングなんですけど、はい、うん、もうナイト5までは来てますと。はい。で、前回ナイト4をクリアしたのがいつかというと、2016年の11月20日。1年やってねえじゃん。実に1年、いや、まあ1年弱ですよね。10ヶ月ね。11月ですか。で、このゲームをプレイしたのは6月、7月、9月、11月、9月。今日クリアしようというね、意気込みでね、望んでますけど。まあまあ、でも、最後だからね。最後ですね。5ナイツでしょ？もうあと1日クリアすりゃ、いつでも終わりにできんねっつって。そうだね。まあずっと我々はバーガーを作り続けていたと。怒ってると思いますよ。フレディたちがね。いや、それはやめてくれ。ですから。それやめてくれ。カンカンですよ。いやいや。一年以上ね、ずっとバーガー作ってたわけですから、同じね、ファーストフード業界としてね、非常に手ぐすね引いて待ってるんじゃないかと思うんですけど。ピザはどうしたと。とりあえず、これまでですね、はい、様々な知恵を巡らして、まあ、ID ホラーとしてですね、データ収集をしてクリアをしてきたと思うんですけど、そうだね。そうだっけ。まあ、一年弱、久しぶりのフレディということで、一回ガチでやってもらっていいですか。死に会とか作らないで、とりあえず一回やってみようか。いや、まあ。まあでも、操作は覚えてるから。うん。一回でクリアしたっていいわけでしょ、まあ、全然いいっすよ。うん。それ大丈夫ですよ。それは大丈夫ですよ。これクリアしたら終わるんだもんね。これクリアしたら終わりです。うん。2016年の誕生日イベント終わりです。クリアして続くんだったら、あれだけど、クリアしたら終わるんだから、ファイブナイツですからね、うん、今日は惜しい俺は。充電期間がね、十分ね経てのプレイですからね、うん、こんな暗かったっけ。うわー、もう、あんで。あ、そっか、最後もう食われてんのか、あいつ。電話が終わるまでは見ないどこうと思ったんだけど。こんなんだったっけね。ちょ、1時まで耐えるか、充電しようか。もう落としてる。すぐ来るんじゃない？ちょっと様子見た方がいいんじゃないですか。今様子見てます。久しぶりですし。カメラの見方覚えてる？こうでしょ？もういないもん。ね、え？なんか物音しない？はぁーはぁー早いよいや、絶好調ですね。今年初絶叫。久しぶりに、横で聞くと、あれですね。やっぱ、ちげえなって。いやー怖いなー。怖いね。どっちかするとお前の方が怖いけど。なんでだよ、なんでだよ。俺も久しぶりだからさ。鼻声ですけど。ちょっと風邪気味なんですけど。体調悪いのもしてね、なんとか。クリアまで持っていかないとなと思って。体調悪くなりそう。もう一回行ってみますか。早かったな。もう一回ガチで行ってみます。いやいや。で、クリアしたらいいわけでしょ。そうですね。うん。これやれば終わりなんだから。さっきもこの会話したと思うんですけど。いや、久しぶりダメだな。さっきさ、もう1時になる前に来たよね、あいつ、ね。来たね。こいつでしょ今走ってきたの。こいつです、ね。こいつだよね。こいつも注意しないといけないし。もう一体どっかにいるんだよな。ひよこですよね。ひよこ、ひよこは、うん、右手から攻めてくると思う。あれもう2匹いない、ね、もう2匹いない。もういないね。早いね。早きこと風のごとしだな。いや、もうみんな動かざることでいいと思うんだけどな。し、やめてくれ、やめてくれ。え、ひよこ、何これ。なんか出てる、ね。線出てるよ。何に何になんかガサガサガサってしなかった。ガサガサガサってしたかい。うん、行ったよ。突然。ああ来た。どっちだ。あいつ強いな。早い
よ、早いね、あいつ。いや、もう、でも、いや、強気なことを言おうとしたけど、やめたでしょ、今。もう慣れたって言おうとしたけど、あいつ怖いな。暑いな、ちょっと温度を下げていいですか。下げてください。はい。もう、多分、大丈夫かな。クリアすればいいだけの話、うん、そうだね。こいつずっと見てりゃいいんや、いないわ。いやあ、え、今なんかいた、ね、あれ、ヒヨコか、あれ、ウサギじゃない。おお、もう2時ぐらいかい。12時です。もう1時行ってくんないと電力やばいんだけど。電力消費も早いね。それの中ではもう1時。大衆夜はね。あ、いないぞ。でも大丈夫か。右も、うわぁ、動いた、動いた、笑ってたね。ここで物音するまで待ってりゃいいんじゃない。いや、もう 15% 使っちゃったよ。1時はまだか。なりました、1時です。ない、ギリいける、ギリいけるな。あいつ来なかったな。いない、いいぞ。来てんじゃない、来てんじゃない、大丈夫。なんか物音してない。あああああ右から来るのなかなかないですもんね。そうだっけ。うん、あ、まだいる、まだいるね、まだいるね。しまんない、しまんない、しまんない。なんで、なんで、なんで、なんで。ま、いる、いる、去った。いや、何も押せない。左は閉まるんだっけ。前もあったね、これ。嘘？あった、あった。え、その時生きてた？あのね、死んだ。大丈夫か？え、でも、引いたんじゃない？あいつ。すぐ来ないよ。本当に？いるのかすらわかんないもんな。これ回復すんのかな？押しすぎるとダメなんですかね？嘘でしょ？そんな押しすぎるほど押してないよ。もう右は何もできないもんね。嘘？嘘でしょ？ね、なんか音が聞こえるな。え、これカメラ見ちゃダメ。カメラ見ていいっすよ。あ、あいつも出始めましたね。ああそうだね、カメラ見たらこうなるよね。難しいな、最終夜でも。1時まで何も来なかったからね、さっき。それを待てばいい、いっそ。おー、いや、でも、リセ、リセマラ。リセマラ、リセマラすんの。1時まで何も来ない時に、1時から本気出す。マジっすか。うん。超激レア狙う。そう。1時までに死んだら、うん、まあ、あなたがそこカットしとけばいいだけの話。どっくさいな。まあいいですけどね。うん、いい作戦ですよ、うん。5時間でいいんだもん、だって。何もしてなくても ね結構電力使えます ね。何もしてなくてもさ、85% ぐらいにならないこれ。何かを察知した。いるなぁ、もうなぁ。ランナウェイがいるでしょ。ランナウェイって名前なの。走るからね。多分ね、毎回、毎収録ごとにね、なんかしらあだ名つけてんだけどね。忘れんだよ。よし。電力消費、さっきと大差なくね？あんまり変わらないですね。でも1時になりますか。いるね。リセマラ成功。リセマラこれ成功です。今、星4ぐらいは引けたな。ここから始めるってのはどうだい？これ何なん？毎回毎回。いつ正体なんですか？もう右は開けない。もう放置。早く消えてくれ。あいつ威圧しに来るん。うわー、来た来た来た、閉めろ、バッ。あいつさ、間に合わない。間に合わないね。確かにね。何の音？どっから何の音してんの？もう出てきたー。死ぬのか。死ぬぞ。
お前お父さんは死ぬからな。脈絡もなさすぎちゃう。ダメだ。普通に熱中してる時にうって言い出すの やめてもらえますか。ちょっと本当に心配。あー来た来た、2回目の。お完璧です。さすがですね。死にそうになりながらやってるからね。うって言わないもん。戻ったね。戻ったね。よし、打ち返したぞ。しかし電力 40% です。ウサギが来てましたね。あれウサギなの？あれクマじゃないの？あれウサギだよ。今のワンプレイは丸々カットを要求する。なんで？心配されちゃうから。ああ。本当にどっか悪いんじゃないかって。うん、ね。うん。みんな知ってるよ、でもいろいろ悪いってこと。厳しいね。厳しい戦いだね。一回実験会作っていいですか？まあ、そろそろやりますか。実験会ね。はい。と、ドアを両方閉めて、何時まで持つのか。うん、ああ、うん。かつ、1時まで待つ。1時になったら、ドアを両方閉めて、うんうん、終わる。それもしかしてクリア狙ってんの？狙ってる。実験会じゃない。検証しつつクリア狙ってるから。俺の読みだとね、3時間はドア閉められるんじゃないかなと思って。ああ、さっきのウサギどっちから来るっつった？左？ウサギは左から来るはずですよ。右から来たパターンはないと思いました。間を取って、うん、左締め切りでどう？間を取って、うん、1時になったら左はもう締め切る。邪魔してきますね。1時にならなかったね。ならなかったね。でね、1時まで待つってなると今のもちょっとビクッとするぐらいで済むね。そうね、うん、入れ込んでないから、ね、一応マウスには手はかけてましたけどね。はい、多分出た瞬間マウスビクッてなったんじゃないかな。さっき初めて俺ちゃんと聞いたんだけどさ、はいはい、あのランナウェイ来た時さ、うん、ゲームの方もギャーって言ってるんだね。言ってるよ。毎回言ってる。知らなかった。 あいつだけじゃない？ギャーギャーっていうか、なんかウェーっていう。でも俺も言うから。そうね、聞こえないよ、ね、よく聞こえてなかった。そうだよね。なんなら俺も最初とか聞こえなかった。だって今んとこ1時前に来たのは、あの走ってくるやつだけなんですよ。あいつもう、ええって言ってたね。言ってるの、みんな言ってるのかな。結構言うんだね、みんなね。そりゃそうか。もういいんじゃないかい。無言で来られてもね、別に怖くないもんね。怖いよ。そうね。いや、ゴヤ難しいよ。まだ12時だぞ。はい、はい、あっ。終わった。右は？あ、もう右だけ見続ける。もうだって来るの分かってんな。左はね、来るよ。カメラ見るとね、多分、うん、そう、もうカメラを見ずに右だけ見続ける。もう大丈夫、大丈夫。おい。もういいよ、何面ね。もう話したよ、手を。それ左復活してたりしないの？はい、ダメなの？ダメだね。なんか こいつらの生態のクマでしょ？今左来てんの、うん、こいつかい？こいつウサギかい？左ウサギでしょ。おー、これヒヨコでしょ？うん。やっぱ3体だって。戻るのかよ、そこに。これね、パート1見たから。うん、まあ、すごいよね、ちょっと感動したんだよね、俺。やっぱさ、どう考えても、実際は4体より3体いると思い込んでるのが一番怖いのに、そこにね、うん、行っちゃうんだもんね。どう見ても走ってるやつ、こいつらじゃないもんね。そうだよね。分かってんだろうなと思うんだけどね。今、冷静になって、うんうん、違うなって思ってる。本気で3体って思ってたでしょ、でも、あの時は。そうだよ。そうだよ。というか、言い聞かせてたでしょ。これさ、あ、何？助かるの俺は、これ。
この状態から助かる可能性ってのはある？それが知りたい。ないと。ないよね。こっからいけんのかな。こっからいけたら逆に奇跡だけどね。なんかね、そういうパターンないのかな、奇跡的な生存パターン。そう、パチスロ大当たりみたいなパターン。なんか300分の1ぐらいでいいからさ。はいはい。今もうなんもないな。空気読めねえな。ひよことウサギはあんなにな。空気読んでたよね。読んでん、何にも。覗くだけでね、威圧して終わらせてたのに、あいつ来ちゃうからな。これでクリアできたらすごいなって思ってたんだけど。したかったな。させてくれないね、なかなか。これでクリアできたらこんなに楽なことなかったんだな。動画的にも美味しいしな。ダメか。あれ、なん、画面が強く押しすぎなの。電源ボタン。バーンって押せえマウスの押し加減で変わんないでしょ。そんないいマウス使ってないでしょ、あなた。画面がバーンって押してんじゃない。まずエレコムって書いてあるよ。うるさいな。人のマウスのメーカー言うなよ。え？あ、来た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 。照らしちゃったね。ボタン間違えた。でも間に合うね。ちょっとだいぶあの打球反応が良くなってきた。丸になってきたね。もう慣れたよ。もう慣れた。うん。でももう今日はいいんじゃないか。慣れたアピールすれば俺が時間を置くと思ってるだろ。思ってるよ。今日クリアするぞ。今日クリアしないと。いない。なぜ？まずどこにいんの？映ってないんだけど。おい、カメラが一個も映んねえぞ。おい、待て待て待て。待てカメラが役に立ったねえじゃねえか。この暗転時々ありますよね。使えなくなる時が嫌だよね。あ、こいつ戻ってる。はい。はい。だいぶこなれてきたね。だろ？2時ですね。いるね。まだ2時かい？もうそろそろ3時になってくんないと限界がやってくるよ。多分ね、2時になったばかりな気がしますね。ここチラ見して、いる、よし。で、開ける。おい。おい。これ絶対電力持たないって。まあ、持たないだろうね、このペースだと。もう 30% だよ。何考えてんの、このゲーム作った人。開けないとダメかい。じゃあ、もうさ、隣に来た時、3時です、3時。隣に来た時専用の音とかないの？あんのかもしれないですけどね。その音量ちっちゃいんじゃない？あげる。いい。厳しいなぁ、 25% か残り。そうだよ、半分しか来てないのに、もう4分の1にしか残ってないんだよ。いや、無理でしょ。来てる？わかんない。何？あぁぁぁぁぁぁ、あれ、熊ですよ。え、どっから来た？ドアじゃない？知らん。左？知らないよ。俺カメラ一瞬しか見てないけど。あ、フォーフォー、フォーフォーって聞こえたらもうダメなのかな？びっくりした。一回録画止めますか？そう、そうだよ。今日は終わろう。お疲れ様でした。